11.25自決の日三島幸男と若者たちは2012年6月2日公開の日本映画監督若松孝二、主演井浦新。数々の名作と伝説を残し1970年11月25日に自衛隊の目の前で衝撃的な滑腹自決を遂げた三島幸男と三島に全存在をかけた森田秘書と盾の会。一体 三島幸男は何を表現したかったのかを若松浩二が現代に本に問うた作品。2012年の第65回カンヌ国際映画祭、ある支店部門の正式招待作品となった。仮面の告白、使用祭、金閣寺、遊国、佐渡公爵夫人など、数々の名作を着し、三島幸男はノーベル賞候補と目される文豪になっていた。その一方で、 学生運動前世紀の1968年、三島は民族派の学生らと共に民兵組織、盾の会を結成。有事の際には自衛隊と共に治安出動し、自衛隊国軍化に命を落とす覚悟であった。しかし暴動が起きても警視庁機動隊がこれを収め、自衛隊の出る幕はなく、三島と盾の会の面々は、はがみする。 三島の見つめてきた2.26事件、浅沼稲次郎社会党委員長視殺事件、安田行動事件をはじめとする学生運動、戦後の日本とは。そして、1970年11月25日、三島は縦の会の4人と共に陸上自衛隊、市ヶ谷駐屯地へと向かう。若松浩二は、前作、キャタピラーの撮影を終えてから、次回作は、 三島由紀夫を取るとの宣言通り新作を完成させた。当初は大森直が主演ということであったが、若松組常連の井浦新が主演を務めた。2012年初頭に新は芸名を本名の井浦新に改名したが、そのきっかけとして本作で三頭を演じてその思想を感じ、エンドロールで三頭を演じた役者の名前がアルファベットで流れるのは、 美しくないと考えたことを挙げている。若松は当初、名前を変えたら誰だかわからなくなってお客さんが減ると反対したが、最終的には、イ浦ラのこだわりを意気に感じて了承した。しかし死者で流れた、エンドロールは BGM が洋楽だったためイ浦ラは、あっけに取られたという。2011年11月25日、三島幸夫の命日にあたる。 この日に1日限定の特別支社を行っている。ありがとうございます。